よろしくね。よし、リサーナ。ありがとう。
しょっと。ありがとう。からかかってこい。
ありがとう。おりゃ、よっしゃ、いっちゃいっか。開け天下地球の扉、スコーピオン。サンドバスター、よし、カリーの猛攻。なかなかやるでしょ。よいしょっと。よいしょっと。はい。ありがとう。どこ行くかな。よし、ここだ。さて次は。そういえば、ギルドの借金ってどうなったんだろう。すっごい額だったよね。ああ、それなら。貸したものは返せ。それがお宅のギルドの信条。ということで良いですかな。7年間、私たちのギルドへの器物損壊、およびメンバーへの暴行。その分全てを。私たちもあなたたちに返さねばならなくなりますよ。7年間ガキどもが受けた苦しみ、涙が出るわい。おい小僧、戦争ってことでいいんだな。っていうことがあったのよ。フェアリーテイルらしいというか、なんというか。よし。しかしお前が4代目フェアリーテールマスターとはな。何言ってんだよ、こんなの代行みてえなもんだよ。今すぐこの座返すよ。では返してもらおうかの。次のマスターはすでに決めてあるんじゃ。
5代目フェアリーテイルマスターギルダーツ・クライブ。ギルダーツはどうした？置き手紙がありました。マスター、それにギルドのみんな、マスターとか悪いが柄じゃねえ。俺はしばらく旅に出る。気が向いたら帰るつもりだ。それまで元気でな。フェアリーテイルは俺の家だ。必ず帰る。その時までにフェアリーテイルがまたフィオーレ一のギルドになってることを願う。だがそれは俺の役目じゃねえ。お前たちの役目だ、マスター。それがあんたの最後の仕事だ。フェアリーテイルを再びフィオーレ一のギルドに。最後じゃと？バカタレが。こうなったらもう誰にもマスターの座は譲らんぞ。結局どういうことなんだ？じっちゃんが3代目で6代目？ギルダーツは5代目だけど、私たちにフィオーレ1の夢を託して旅に出ちゃったみたいね。フィオーレ1か。気の遠い話だな。そうでもないぞ。手っ取り早く1位になれる方法がある。わしらがいない間にフィオーレ1を決める祭りができたんじゃ。フィオーレ中のギルドが集まって魔力を競い合う。その名も大魔刀演武。おお、大魔刀演武、楽しそうですね。まさに祭りってわけか。なるほど。そこで優勝すればフェアリーテイルはフィオーレ1のギルドになれる。しかも優勝賞金は3000万ジュエルじゃ。おお、燃えてきたぞ。大会は3ヶ月後ね。十分だ。それまでに鍛え直してフェアリーテイルをもう一度フィオーレ1のギルドにしてやる。いいね。うん、みんなの力を一つにすればできないことはない。祭りだよシャルル。このギルドは年中そうでしょ。男、祭りといえば男だ。目指せ3000コン、目指せフィオーレ1、チームフェアリーテイル大魔刀演武に参戦じゃ。そうとなればじっとしてられねえ。修行だ。さっさと出かけっぞ。出かけるってどこへよ。そう言うと思って宿の予約は済ませておいた。早っ。それでどこへ行くの？修行。ギルドの皆で行くとなればそれは合宿。合宿といえば海だ。よし、